はい、皆さんこんにちは、レナです。私たちはドイツから帰ってきましたよ。私はもちろん日本はめちゃめちゃ恋しくなってきたから、温泉旅館にずっと行きたかったんです。で、今日は城崎温泉でめちゃめちゃいい旅館を予約して、まあこの温泉巡りを楽しみたいと思います。今は城崎温泉の、まあ、町に向かっているので、今から、まあ、温泉と食べ歩きを楽しみたいと思います。レッツゴーゴー。なんかすっごい車が通ってるのがちょっと嫌だね。まあ週末だからね、宿泊客多いと思うよ。いや、わかんないけど、作りとしては町の作りとしては歩道だけの道が作ってほしかったな。城崎温泉にこのような町風呂なんていう、パブリックバスたかも日本語できないな。公共温泉まあこの城崎温泉に町の温泉が7つがあって、それはまあ、自分の旅館以外にもいろいろ温泉楽しめたい人はこのようなところに全部巡れる。温泉といえばソフトクリーム、わかんない、まんじゅうだけど温泉まんじゅう。でもソフトクリームが食べたい関係なく、ここにめっちゃ種類があるよ。すごい、ブルーベリーレアチーズとか見てみよう。さっきなんかブルーベリー、あ、レアチーズって言ってたよね。はい、ありがとうございます。めっちゃいい匂いするよ。私チョコワッフル選んだけど7種類ぐらいあったよ、ワッフルだけで。ブルーベリーの匂いはするよ。本当のブルーベリーが入ってるよ、絶対に。なんかヨーグルトだからもっと苦いかと思ったら全然そうじゃない。でも今のところはまだチーズケーキって感じは感じてないよ。チーズケーキ、レアチーズケーキ、ブルーベリー、ブルーベリー、レアチーズケーキ、ヨーグルトって書いてあったよ。おお、なんかもういろいろ混ぜ込みすぎてわけわかんなくなるんだよ。そうかもね。シンプルが一番だったかもね。ブルーベリーが良かったもんね。シンプルはどこでもあるよ。大福ある。うん、あとおはぎ、ぎっしり、おはぎ、おにぎり。うわ、おはぎ美味しそう。おはぎ1個食べる。ノー、見て、これがあるよ。いいじゃん、おはぎ、甘いのと甘いので。いや、どうしよう、おはぎ1個食べたら夜ご飯食べれなくなるかな。そうそう、他にもいろいろ食べ歩かなきゃいけないから。でもこれめっちゃ美味しそうだよ。食べる、おはぎ。のおはぎ食べたいんですけど。の城崎天ぷら、ここに。あれ天ぷらじゃないよ、タカ。うん、イカ天とかね。うん、そう、あれ ね、練り物の天ぷら、あれ好きじゃないよ。俺は好きなんだけどこの城崎温泉のなんていうの、温泉街っていうの、うん、こうかなり広いね。うん、こう細長くさ、こっか今一番向こうの端っこに僕たち泊まってる旅館があって、ずっと歩いてきたんだけど、今はまだメインのところに来てないよね。そこからまた左右に広がってレストランとかね、お土産屋さんとかいろいろあるから、うん、なんかメインの川があって、うん、そこにあの木の名前知らないけど、あの木が柳ね。ああ、そうそうそう、柳がたくさんあって、すごい雰囲気がいいよ。いつも最後にタカがアイスもらってないよっていうことを言ってるから、ここでちょっと動画にしたいと思います。見て、全部こう食べた後、この最後ここに残ってる少しのソフトクリームだけあげるよと言われて、だからあげたよ、はい、いつも何ももらってないよって言ってるよ。また言われるねさっきのとこカットしてこれ使おうはい、また社長が全部今日食べてしまいました、うん、はいはい、行きましょう。あ、これもう一個のお風呂だよ、今人入ったよ。本当だ、一の湯 The first 温泉。どうしようね、何か一個ぐらいは入りたいかもね、パブリックお風呂。残念ながら時間が限られてますよ。タカちゃん、地ビールだよ。地ビール、グビガビ、違う、なんて書いてあるの。城崎ビール、うん、一杯もらおうかな。あ、もらって。ドイツ語、なんでドイツ語なの。え、ビアダスメアーズ。お、黒ビールですか、はい、最高です。うわ、すごい色。うわ、タップから美味しそう。なんでドイツ語ですか。なんでかっこいいからね。まあそうだね。タカは翻訳してください。ビアです、メアです。
なんとかのビールって意味かな。なんでわかんないの。メアゲスが、あ、海のビールだ。そうだよ。はい、ありがとうございます。あ、お金払ってないよ俺今。払ったよ。払った払ったよ。はい、いただきます。ありがとうございます。はい、ということで黒ビールいただきます。でもスタウトはドイツビールじゃないよね。黒ビールはドイツにもあるけど、スタウトはイギリス。お、キリッとしてる。うま。私は好きそうか好きそうじゃないか、うん、レナは好きだと思うよ。キリッとした黒ビールですっげー美味しい。オッケー、オッケー。あー、後で黒の苦さは好きじゃないかな。あー、そう、こうシャープな味じゃない、こうスパッと。なんかこの川挟んで両側にさ、お店がこうずわーって並んでるじゃん、両方。ああ、岡山旅行した時の倉敷にすごい雰囲気が似てると思わない？ああ、そう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 、一緒、ね、なんか食べ歩きもできるしさ、雰囲気いいし、柳がこう川に垂れてるしさ。でもあれは車がなかったからより良かったよ。うん、美味しかった、ああ黒ビール。ちょっとあと3種類ぐらいあるから。ノーノーノー、帰り道に何、もう一本もう一杯ぐらいいいんじゃない、別に。なんか次のどっかのお店で違う白ビール飲みたいからちょっと探しましょう、はいはい、いつもの問題だね。何ゴミ箱がない。でもそんな持ち方を初めて見たよ。じゃあ寒いからさ手を。これさ、俺たちドイツから今帰ってきたばっかじゃん。ドイツだとすぐさ、こういうところにゴミ箱いっぱいあるじゃん。そうだよ。やっぱ日本に帰ってきてカルチャーショックを感じるよね。ねー、こうなっちゃうよね。こう、いや、こうなっちゃう。それ初めて見たよ。お、団子。美味しそうだね。団子。団子買いましょうか。団子。あ、ぬれおかきある。いらないよ、団子。ぬれおかき行こう。団子。団子。今完売したんだって。団子は今終わっちゃった。私は団子がなかったのに。このぬれおかき、レナも一口どうぞ。皆さん、ぬれおかきお好きですか？あ、なんか前回よりは美味しいけど、なんか、うん、もっと柔らかいよ。うわ、醤油味美味しい。またこれ違うパブリックバスかな。うん、今どこにいる？地蔵湯。あ、こっちかな。今多分ね、ちょうど端っこに来た。そうだね。俺たち泊まってるのはこの辺かな、一番端っこかな。タカが泊まったね。うん、カニを食べようとしてるの。海鮮丼ね。美味しそうだよね、うん、これが欲しいよ、これ。1600円。カニ丼、イクラ丼。カニの半分がついてて。カニ、イクラ丼。うん、イクラ。ここはあのどら焼きみたいなのがあるけど、なんかマカロンサイズで分厚くて、一個一個ちっちゃいんだけど、でもなんかバターがこう大量に入ってる。すげー美味しい。でもこれ1個で350円とかだから、うん、だからマカロンみたいな感じだね。マカロンだね。購入見て可愛らしくない？お、チーズショコラになりました。あんことチョコとどら焼き。あんこじゃないよ。あ、そう、あんこだね。あんこでしょ。チーズショコラね。チーズショコラって何？うん、チョコとチーズ。チーズの組み合わせ？クリームチーズみたいな感じだよ。うん、では一口でいきます。え、ダメだよ。ノーリアクションがすっごいリアクションが遅い。さっきビール飲んだからね。もうこれのタイミングでもう食べれたよ。さっき黒ビール飲みましたので思考回路遅くなってますよ。ピッ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 って何も言わないんだね。うまそう。チョコラはチョコラだね。うん、でもあんこの甘さがあるし、あんこの食感も入ってるからいいよね。で、どら焼きがふわふわしてるから。お、ビールある。バイツェン。うわ、しかも台もある。700円。台はいらない。え、これ頼めるのかな、ここで。フルーティーな香り。城崎バイ、まあドイツから帰ってきてまた白ビール飲むかいっていう話なんですけど。いや、だからこれに慣れたらという問題でしょ。そうだね、顔700円。あ、すいません、はい、ありがとうございます。はい、最高。いただきました、バイツェン。でもなんかそんな白ビールっぽい色じゃないね。あ、うまっ。おいしい。おいしい。わ、白ビールの、本当に白ビールの香りする。当たり前だけど。ホ
hot spring drinking water って書いてあるけど、飲める温泉って感じ。どうやって、熱っ、まあ、こうするでしょ。温泉だからね。本当に飲めるのかな、大丈夫、お腹痛くならないかな。まずびっくりした。周りの人もびっくりして、温泉味噌そんなにまずかったんだね。周りの人もびっくりしてるよ。なんか塩が入ってるみたいな感じ。あ、しょっぱい。うん、硫黄の味なのかな、何なんだろうね。何のしょっぱさだろう、ミネラルのしょっぱさかな。あっちいちご大福があるよ。見て、おいしそう。いや、それがおいしそうじゃないよ。え、どう見てもこれはシワシワで、なんかシワシワを、シワシワお化けみたいな感じ。うん、あるかな。いちご大福あるよ、1個300円。たか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 、でっかいよ、でかっ。全然そんな感じに映ってなかったよ。なんかさ、よくさ、こういうのさ、こっちが大きくて本物はちっちゃいってよくあるじゃん。うん、逆はあんま見たことない。逆ってあんま見たことないよね。すごいね。あの、うわ、柔らかい、見て、うわ、うわ、顔と比べて同じぐらい。いや、さすがにレナの顔の方が倍ぐらいでかいけど。でかっ。いちごもめちゃくちゃ大きいってことかな。うわ、おいしそう。いや、どうだけど、そのバリにいちご小さいよ。いや、もうめっちゃ甘酸っぱくておいしい。おい、喧嘩になりますよ。戻ってこい。Come back here. 戻ってこい。はい。何？何？何？はい。あ。あ。よこせ。あ。あ。はい。あ、なかなかあげたくないんですけど。よこせ。はい。あ。あの。あ、落ちる落ちる。はい。半分ずつにしよう。No? 私はこの…ちょっと待って、皆さん、ちょっとこれはすごいこと今起きましたよ。俺、いちごさっき、本当に…で、レナが今まで半分以上食べたのに、残りのこれを、まだ残りを半分食べようとしてる、この女。恐ろしい、やば。恐ろしいんだけど。落ちる、落ちる、落ちる、いちごが落ちる。大丈夫、はい、食い意地がすごい。あげる。はい、あ、やっとビールを飲み終わったね。ごちそうさまでした。はい、美味しかった。ほぼ全部一回歩き回ったよ。うん、歩き回ったね。で、気づくのが外国人が多いね、うん、すっごい多い。こんなに多いかっていうぐらい。いや、ほぼ半分ぐらいは外国人だよね。みんな外国人の方、浴衣着てるから。ああ、そう、素敵だ よ、 綺麗だよね。私みたいにと言って、ここも、こちらも。こちらもそうです。私たちの旅館は遊楽です。本当にその商店街じゃない、なんていうんですかね、温泉街、温泉街、温泉街の一番最後のところにあります。で、あの、次の動画でももちろん私たちの旅館を紹介したいので、次の動画もぜひ見てみてください。私たちの今日の動画が楽しかったならいいねボタンだね。はい、ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。